カッターズのバッテを買っちゃったんだぜ。多分あいつら持ってねえからな。お前らお前ら、カッターズって知ってるか？知らん知らん知らん。カッターズってバッテがあるんだよ。お前らなんでバッテ持ってんだよ。自分水野。水野、はい、お何持ってんだよ。アシックス。アシックス、おお、かっこいい。何持ってんだよ。自分水野。水野何持ってんだよ。Z か。お前このカッターズ知らんやろ。これめっちゃ珍しいバッテやと思って。野球 YouTuber 向こうと一緒に使ってんだぜ。でさ、バッテ何持ってんの。え、俺これ滑らないんだよ、ワークマン。え、何それ。ワークマン、ワークマン、行こうみんなでワークマン。はい、ということで、今ちょっとちょっと変なね、コントみたいなことしたんですけども、え、ワークマンって何、バッテで使えるんですか。かなり使いますね、安くて、丈夫で、しかも滑らないっていう、かなりいい。滑らないですか、本当ですか。絶対滑らないです。え、ワークマン実は使ってました、高校時代使ってました。今も使ってます。え、こんないいの。超ワークマン、マジっすか。え、高校野球の時使った。ここです。え、マジっすか。俺こんなパッても社会人になってからだったんですけど、マジっすか。ワークマンって野球系でしたっけ。野球系じゃない、作業系。作業系、うん、ですよね。ワークマンだからね。あ、マジっすか。安いんですか、値段が安い。値段が安いですね、多分1組多分100円いかないか。100円いかないですか。確かに高校野球結構ね、振るから穴開いたり破れちゃったりするから、だからそうですね。これにつけてはもう素振りなんかやっても大丈夫です。これ何枚組でみたいなのあるの。確か12枚組で、まあ、でも1000円いかなかった。12枚組で1000円ってやばくないですか。軍手じゃねえかよ、軍手。マジっすか。すごいな。マジっすね。マジっすか。マジっすね。ワークマン、ちょっと高校野球対応モデルっぽく黒くやで、これマジックテープあるんですか。あ、マジックテープ、あ、マジックテープないですよ。ないですよね。ないけど、でもこれはバッと、素振りとかで、素振りとかで絶対いけるやつ。いいカラー。ワークマンで、ワークマンで素振りとか練習とかしてる人いましたら、コメントもらえるとめっちゃありがたいです。初めて知ったんで。マジっすか。はい、ということで今回はワークマンをなんかコントとなんか紹介をしました。ワークマンを野球で使うなんて初めて聞きました、本当に。はい、ということでコメント、チャンネル登録、いいねお願いします。それでは、ありがとうございました。